まあこのまま終わるとは思ってなかったけど、特攻か。もうちょっと何かあると思ったんだけどな。今だ！撃て！煙？ああ、信号を送るってやつか。来るぞ！動け！これより最終作戦を告げる。総員整列！総員による騎馬突撃を、目標、獣の巨人に仕掛ける。当然、目標にとっては格好の的だ。我々は目標の投石のタイミングを見て、一斉に信煙弾を放ち、投石の命中率を少しでも下げる。我々がおとりになる間に、リヴァイ兵士長が獣の巨人を撃ち取る。以上が作戦だ。何？俺だけ立体軌道で獣に接近しろと？獣の周りはさら地だぞ。利用できるような木も家もねえ。いいや、ちょうどいい高さの立体物が並んで突っ立ってた。巨人を伝って忍び寄り、獣の巨人を奇襲しよう。ここに突っ立っていても、じきに飛んでくる岩を浴びるだけだ。すぐさま準備に取り掛かれ。俺たちは、今から死ぬんですか？そうだ。どうせ死ぬなら最後に戦って死ねということですか？そうだ。いや、どうせ死ぬならどうやって死のうと、命令に背いて死のうと、意味なんかないですよね。全くその通りだ。全くもって無意味だ。どんなに夢や希望を持っていても、幸福な人生を送ることができたとしても、岩で体を砕かれても同じだ。人はいずれ死ぬ。ならば人生には意味がないのか。そもそも生まれてきたことに意味はなかったのか。死んだ仲間もそうなのか。あの兵士たちも無意味だったのか。いや違う。あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ。あの勇敢な死者を、哀れな死者を思うことができるのは聖者である我々だ。我々はここで死に、次の聖者に意味を託す。それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を戦え。